皆さんこんにちは、かよです。今日は衝動買いしてしまったホビージャパンのレポートです。今回の12月号はなんと付録がついていましたので、思わず中身も見ずに買ってしまいました。はい、付録はガンダム G セルフデッドディスプレイベース、あ、違うデッドじゃない、ヘッド、死んでどうするって感じですね。ヘッドです、ヘッド、ヘッドディスプレイベース。このヘッドディスプレイベースには発売中の HG ガンダム G セルフ大気圏用パック装備型などをディスプレイすることができますだそうです。早速開けてみたいと思います。はい、紐をほどきましたので中身は、思いのほか軽いです。まあ当たり前かな、付録だし。じゃん、あ、まさかの色塗らなきゃいけないパターンですね、これ。おっと、そうなんですか。こんなパーツが入ってます。これ色ついてるんかと思ったら、そういうもんなんですかね、やっぱり。こんな風に着色すればいいんでしょうけど、そっか、まだまだまだこれ作れない。いつか作る日が来るんでしょうか、私あ、皆さんこれホビージャパン買った人は作ってみたらいいかもですね。なんだ、色塗らなきゃいけないじゃん。でもまああっという間にできるかな。いやいや、その時間があるならばあっちを作れっていう話ですよね。はい、これはまだ開けません、私。どんな風に飾れるんだろう。あ、あった。ちゃんと作り方が書いてありましたよ。ちょっとだけ完成形はこうなるみたいです。なんか、私的にはこれ微妙だってガンダムがあって、下にガンダムのここから上だけがあるんでしょ。なかなか微妙な付録をつけてきましたね。なんかもうちょっと他にこうね、背景的に何かいいやつの方が、あの飾る側としてはいいと思うんですけどね。なんで顔にしたんだかちょっと謎ですけれども、なんか微妙だったな。はい、というわけで作り方も丁寧に書いてある今月号、12月号のホビージャパンのレポートでした。そしておまけなんですけれども、こういう本も買っちゃいました。これ私本物かと思ったら、これプラモデルで、ものすごい感動したんですけれど、かっこいいですよね。こんな風に塗装したい。